なお、夏季なお、夏季後期十五年十月二十九日は、民末から、新書の武将。字は、もとよし、新人ゴース。子は、直行正、直行だ正行隆直行し直行ょうゆきたか、なおゆきた本願は、三世章平洋府行動兼、後に、両党都市騎士し回収を守る。 祖父の久しつ官は家居に休大し、父の小学霊も、兄の昇華臣と、昇華服も、重廷の昇家儀も、民の管理であった。民の万歴十二年に生まれ、父に従って従軍し、高中秋と共に、盲分流に仕えて、民のために、偏京の要衝を防衛した。後に、遠数官が盲分流を中殺したために、後金に投じ。 新軍に従って、艦内に入って戦った。順次6年に平南王に封じられ、高中秋と関東に進出して、大いに民軍を破った。あとは、関東に入った。なお、夏季は、御三家らと共に藩王に封じられ、関東で指摘に税金を徴収し、毎年数百万両となった。後期十二年に、なお、夏季は置いて、故郷の地に帰り、関東の地を、 次男の直行ゆに継がせようと願い出た。しかし、これに対して、新朝廷は見事のりを出して、貴怯は認めるが、世襲は認めないとし、直行ゆら三藩を廃止しようとした。後三慶、後世中は軍隊を出し、直行ゆはそれに投をした。後期十五年、拒兵に反対した、なお夏季は凶暴化した子によって軟禁され、十月二十九日、 甲州で73歳で文死し、後に海上県の文案さんに埋葬された。ありがとうございます。